はい、おはようございます。今から二条川上がりますよ。登山道を行くか、どうする、道路を行くか、登山道を行っても仕方ないか、いやいや、登山道行こうか。はい、登山道行きましょう。寺戸とか十三重塔とか、その辺ちょっと回っていきましょうか。真っ暗やな。ちょっと階段が続きますよね。三週連続で登山やってるね。先週はどこ行ったっけ、もう思い出せんがね。先週どこか山が登ったね。山やったっけ。ああ、危山やった、思い出せなかった。その前は藤本山、三週連続でございます。もうだいぶこれ、何になってねえな。ものすごい歩きにくいですわ、階段が。あれ、前誰か歩いてあったけどね、見当たらんね。あ、これ下の横の方が楽やね、階段よりも。もうだいぶ離されたね、前の方ね。ここはどうなってんのこれ。こっち行くか。これ水が流れたわけだな。これ歩きにくいね、ここは。以前いつ登ったんかね、思い出さんな。おお、山登りになってんね、これ。こんなに水で浸食されるのかね。ここでなんか日があったよね。何書いてあるのこれ。これ書いてないね。これね、昔は下る言ったけど、下れないね、これ。下れるのかね。まあまあ、夜見せんと行かないからね。すまへんね。なんかね、大阪市内から。もうちょっと上がるとね、あ、ここは寺戸とね、十三重の塔があんねや、石塔が。あれも見とかないからね。こんなんやったっけ、全然記憶ないね。こんな切ってあったっけか。よっから行こうか。階段がちょっとね、あんまり高すぎるね。はい、ここ展望台。さて、うわ、よう見えんだけど、残念やね。残念でございました。雲がね、ちょっと下まで降りとるんで。あれが PL の塔かね。これの模型が、飛鳥博物館に飾ってあります。一番地下にね、ドーンとね。飛鳥博物館の方が大きいんちゃうかな。どうなんだろうか。あんなとこ穴が開いてんの。ねえ、すごいね、やっぱり。上ちょっと欠けとるね。これ全部岩はね、削ってこんなこと作って貼るんやけど、すごいね。
まだセミが鳴いてるぞ。今日は9月の16日だからね、もうあんまり鳴かへんのかね、普通はね。ああ、これも全然あかんね。もう、土がもう流れてしまってね、これ。歩かないね、これ。こんなの全然土が流れ、こんなのとかないけど、本当はな。見たことあると記憶残ってるな。これ土ですよ。降りることは無理やわ、これ。どう上がっていきますか、これは。ここから上がるの。ほら。よいしょ、よいしょ。よいしょ。まだね。まだ。もうスタートして30分ぐらい歩いてるんだけどね。全然。道まで、たどり着かんがね。この道は何だろう。この道は。おお、これね、覚えがんねやわ。30年以上前、もっと前や、40年前や、これ。小さかったのにね、これ。これ、覚えがあります、この木ね。よいしょ、この上から見るとね、これ、小さかったんだよ、これ。本当に大きかったね。こんな笹のとこあったっけ、全然覚えてないね。もうそろそろなんだけどね。あ、登山道咲いて来てやりますよ。土日になると車は駐車場いっぱいでございますからね。ものすごく楽やけど、なんかダラダラで余計しんどいね、これ。ほんまにしんどいますな。いや、3、40年前もあったはずやけどね。登るの初めてよ、これ。ほら、さあ見てみましょう。展望の台から眺め、あら、ちょっと木がせっかくやから上まで上がってみよう。よしよしよし、階段上がるのがつらいぞ。おお、こんなになってんだ。これは見えるわ。はい、初めて行きましたけど、これは見えますわ。これ大阪平野。あー、残念やね、かかってて。あ、ここや。どんずるからね、上がった人、ここが上がってきますね。書いてあるか。あ、書いてあるね、ほら。ね、ここ上がってきます。ほら、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 ね。ほい。ほんで、これはダイヤモンドトレイルがずっと歩くんよ、これは。歩いたね。ダイヤモンドトレイルはこれ左行かないかねな。うん。上一回上がってからずっと下ったかな。広場になってますからね。ここでみんな昼弁当食べてあるけどね。これも見えるやんか。なんか石のブロックいっぱい置いてあったような気したけど、勘違いかね。昔よ。
一個も石のブロックないんやけど。あれは僕らが亀山公園だっけ、富士で有名な。いつも夏行ってないから、こう釣り見たことないな。こんなやったっけ。やっぱり気が大きかったからな、こんなことになってんだよね。もうメインイベントは何やったっけ。そうそう、大津巫女の墓は行かなきゃいけない。どれぐらいのやろ、何メーター、 0.6 メーターもあんのかい。 0.6 メーター、キロメーターやで。ありがたいね、これ階段ね、上がられへんから、これ全部やってくれるね。ここもここの階段かな、この階段は木の階段やな。これはものすごく綺麗だったからな、随分前やな。ほんならありがたいことで、これがなければここは上がられへん。これ岩でございます。これ上がられんな、これなかったね。これこんにちは。低い山と思って上がってきたら登ることあります。いや分かんない、登ったらこんなにしんどかったか思うて。まあけど涼しくなったからね、はい、暑い時にはまあすぐ道が上がりに来て、僕、ライブラスになったんだ。いや、参りました、この、こんな時間かかったか、昔の。もう、始め、1時間以上かかってるけど、頂上につけ、つきまへんわ、頂上に。もう、フラフラでございます。はい、でこっち側はすぐ大岳やけど、こっち側はこっち大岳ですか。うん、大岳や。これこっちはもう5分ほど行かないか、こっちはもうちょっと行ったら。あ、そうですか、ありがとう、はい、ちょっと行ってみますね、はい、いやー元気やわ、はい、おフラフラや。今ねちょっと教えていただいたんでね、こちらの方に展望台があるらしい。 50m ほど行ったらちょっと下ったぐらいで、みんなね歩いてきてあります。これね道がきれいにできてますからね。これ左やね、これ。いや、ここや、ここはね、はい、確かによう見えますけどね、雲がガサガサとるからね、どこも一緒だね。あのお父さん5分ぐらいで行けるんだけど、5分で行けるかね。5分で行かれんちゃうか、これ。木の板の全然なかったな。木の板の階段はね登ったんやけどね、板があって階段になってるやつね、階段やったから下ちょっとねスピードで打ってあるような、それがないんだけど、これじゃないんだよね、ここ下が板になったやつだけどね。前動画撮ってるかな、わからんな。こんなやったっけ、頂上付近って全然覚えてないな。上には社がね、2、3棟建てた、その記憶あるんだけど、もうこれ近いやろうね、頂上に。ほんで、昔はここにね、
紐を引っ張ったんだ、40年は。これがそうかいね。二胸、三胸ってのはなんか勘違いしてるね。これが、大津美子さんの。こんな立派だったっけ？これ記憶ないね。はい、すいません。いやいや。これ、宮内寺の感覚やな、これな。あの雰囲気は。大津美子さん。天智天皇のお子さんやね。これなんて、行場は綺麗です。こう行場です、これ。あ、失礼しました。綺麗に、ほんまに綺麗に掃除してはりますよ、これ。はい、ありがとうございます。しかも何もないですね。しょっちゅう来てんのに、こんなもん木にも飛べんと。ああ、しょっちゅう来たらなんのか。なんか眺めが悪いでんな、ここ。ちょっとね、ね、はい、ありがとうございます。ここからね、どっちだ？こっちだ。ちょっと眺めてみましょう。奈良盆地を。奈良盆地を眺めましょうかね、奈良。さっぱり見えないね、これは。いや、見えないわ。